本牧屋から本牧山頂公園に来ました。ここはモンペの北女の下の霊が出るというので検証してみたいと思います。では行きますか。します。どう見てもここはあれですね、普通の管理された公園で全然怖くもなんともないですね。さっきタヌキがいましたね。さあ、身内ネタやめてもらえますか。わっ、猫ちゃんだ。マイヤスケ、お、マイヤするな、マイヤ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 。雨がすごいですね。ちょっとなんか景色はちょっと素晴らしいですね。新林公園とはちょっと違います、ね。新林公園っていうのはですね、僕の地元藤沢にあるちょっとでかい公園なんですけど、ここも結構やばいって言われてるんですよね。何がやばいかっていうと、なんかライトが変な感じになってます。多分水滴がついちゃってる。ちょっと待って、なんかここを感じますよ、なんか。ちょっと、エヌさん、雨がすごいんですけど。いや、すごいですね、ミスターSさん。あ、見てください、この景色。これはすごい。ちょっと、雨がきついんですけど。僕も雨がきついですね。山を舐めてましたね、これ。景色撮れてますか？撮れてます。すごいですね。ここが俺の街だ。なんかもうクソ動画なんですけど。え、いや、そんなことないですよ。ミスター S さん80回、ミスター S さん80回。シーンですね。シーンですね。もしかしてビビってます？いや、呆れてます。呆れてますか？確かに、こんな雨の中のロケはちょっときついですね。お、待って、あ、違うか。なんか変な、うーって声。あ、ビビってますね。毎回言いますね、そのセリフ。だんだん声が近づいてますね。もう何、なんだか、もうびしょびしょだよ。ちょっと木の下を通ってたらいいのかな。いや、道路通っても変わんねえよ、大粒だっただけだよ。変わんねえよこれ。ちょっとやめませんか、もう。え、まあ、ここまでちょっと期待しないですよね。携帯も壊れちゃいますよ。そうか、まあ、ちょっと雨の水っていうのは結構霊を引き寄せるって言いますからね。長尾さんのゴールは霊に取り憑かれることなんですか？いや、僕は違いますよ。稲川淳二的に、恐怖の現場っていう DVD のような金ですか？もう金です、金です。世の中金しやす。多分コンビニのバイトとかで時間潰した方が儲かると思うんですけど。マスオさんの真似したんだけど。やばいや、雨が強くなってきた。ちょっとすごいよ、びしょだよ。ちょっと虚弱体質なんですよね。お、なんかすごいダラッと広場に出てきたな。はい、ここで30分休憩しましょう。カメラマンさん、はい、もしかしてしらけてます？はい。なんだって、佐中くん。あ、だいぶ、また名前出しちゃった。すいません、ミスター S さん。毎回なんか、話の展開が一緒なんですけど。え？で、何も起きないっていう。わかんないじゃないですか、モンペの例、モンペの使い。まあ、起きても欲しくないですけどね。じゃあちょっと、ここで例を。多分俺らが一番怪しいやつらだと思います。
確かにそうですやってることただの不審者ですよね。こんな雨の中後ろからカメラ撮ってんだよ。ここでちょっと雨宿りしますか。もういいよ雨宿り、時間早く済まそうぜ。予想以上にさ、どこ歩いてんのかさっぱり分からなくなっちゃった俺。うん、待って、なんかうーってなんか聞こえるよ。なんか空襲警報みたいに聞こえるよ。うわ、ここいる。空気が違う、寒い。なんかサーガ君、あ、ミスター S さん、寒い。ここなんか寒くないですか。なんで敬語なんすか。寒いっすね、ここ濡れてるからか。満足しましたか。いや、横入ってさっきやんでたのにな。これはね、俺らが入団した時瞬間にこうやって なんか呪われてんぞ、これ今なんか光ったよ、そこ。あ、反射板でしたでもなんで来たんだこれ。ライト当たって来たんだこれ。いや、ちょっと怖くなってきたんですよ。ただここあれですね、夏は少年たちのたまり場になりそうですね。こういうとこってなんかあれやったりないか。ちょっと今現在地だいぶ歩いてきましたね。これここで こっからそうそうスタート。ここタクシーのうんちゃんにね、運転手さんにここはどういう公園ですかって聞いたんですけど、わからないって。でもレビューではなんかここは絶対二度と行かない方がいいって。なんか怖えなで今ここですね、現在地、遊びの広場。何を遊ぶんですかね、大人の遊び。遊びの広場、この辺りぐらいになるの。もうすぐ10分っすよ。多分だけど、ここは怪しいんじゃない。こういうとこやだ、濡れちゃうよ。なんだこれ、マンヤマ、マンヤ口、マンヤで、そういう地元の人しか分かんないギャグ、ギャグやめてもらえますか。マンヤ口、マンヤマンヤ、知らない人が見たら全然つまんないですけど。お僕はあれですよ、小倉純一さんじゃないので。こんによくラーメン本っていうか、クビになりましたよね。いやクビになったんじゃねえよ。ラーメン本っもいいんだけど、やっぱ勘にやだよね。はい、それか一発屋か信濃市か、どこのラーメン屋にする。翔平、ヘイヘイ、翔平ヘイ。もうゴールっすか、そろそろ。いや、わかんない、俺だって初めて来たもん。これでも帰んのやだな。下りだけだから、まあ、このもう10分になる。公園のトイレ、トイレ、こういうとこにね、アダルト DVD とかが落ちてたりするんですよいや、多分綺麗な公園だからないと思います。そうっすかね。ちょっとそこで停車してみたいと思います。女子トイレなんだ、入らないで。どなたがいらっしゃいますか。はい、どなたがいらっしゃいますか。はい、どうすか、どうすか。
このおじさんとスワッピングしませんか。ダメですね、反応ありませんね。こういうとこはね、管理されてるこトイレだからね。なんかちょっと怖いね、やっぱ寒気がする。長尾さん、本当に霊感あるんですか。僕ね、でも一応ね、親指の見てください、この仏眼線ってのが開いてるんですよ。あ、そうなんですか。でこれが開いてると、霊感があるって言われてるの。あ、ただまだね、目覚めてない。あ、そうですか。そう、そういうことなの。あ、もう10分過ぎちゃいましたね。カメラマンさん、はい、あとディレクターじゃないんだから、その尺はいいんですよ、尺は。尺はいいんですか。あんまクソ動画で長くやっても意味ないんじゃないですか。クソ動画の時じゃないか。だってここはだって2階のエリアですよ。さあ、そうです。ビビったー。遊具、遊具、こんなとこにこんなのポツンとあって怖いじゃないかよ、これは。おお。緑のアオシスですね。いきます。緑のアオシスいきます。アダコン、今どこにいる。緑のアオシスですね。お、緑の、え、それって緑のオアシスじゃないの。あ、緑のオアシスです。しやます。なんか結局反対側の道に来ちゃいましたね。ここでゴールのようです。あ、そうですか。じゃあ終了ですか。あ、ちょっとここやっぱネットの情報って結構ね、出まかせが多いですけど、出ません。ダメでしたか。じゃあ最後にひと言。ただの公園で叫んでなんか騒いでる、なんかただの不審者になっちゃってますね、これ確実に。終了っす。